ショッピングセンターである。2008年7月23日にイオン、綾川ショッピングセンターとして開業した。正式開業前の同年7月18日から近隣住民向けにプレオープンしている。地上4階建てで1階から3階までが店舗で4階と屋上は駐車場となっている。開業時点では物販部分の店舗面積は 夢タウン高松を下回っており、イオン高松ショッピングセンターとほぼ同じであった。また、延べ床面積は、四国にある、イオングループのショッピングセンターの中では最大であった。ものの、夢タウン高松とほぼ同じ規模であった。なお、飲食、サービス関連の店舗面積が、イオン高松ショッピングセンターの約1.5倍となっているため、延べ床面積では、 同ショッピングセンターを上回って、香川県内のイオングループとしては、最大規模となっていた。イオン綾川店を各店舗として、物販や飲食、サービスなど、約150の専門店が出店し、開業時点では、香川県内3施設目となる、シネマコンプレックス、ワーナー・マイカル・シネマズ綾川も併設されている。開業時の想定証券は、 自動車で30分圏内の丸亀市や琴平町、高松市南部などの約27万人を見込むとともに、週末にはより、徳島県北部など広域からの集客を目指していた。2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い、同年11月21日にイオン、綾川ショッピングセンターから、 イオンモール綾川に名称が変更された。2013年11月から、イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターを、イオンモールの運営に委託することになったことに伴い、同社の管理運営に移行した。また、各店舗のジャスコは、2011年3月1日に、イオングループの総合スーパーをイオンに、店名統一することに伴って、イオンに解消することになった。 この、ジャスコと、サティが統一されたことに伴い、従来の食料品に強いジャスコと医療品に強いサティという強みの融合を目指したことから、当店は、若い家族連れを、中心顧客とし、旧、高松サティのイオン、高松東店が、やや年齢の高い層を、中心顧客として新たな形での住み分けを目指すことになった。なお、シネマコンプレックスの、 ワーナー・マイカル・シネマズ・綾川は、運営会社の、ワーナー・マイカルが、イオン・シネマズと2013年7月1日に、合併して、イオンエンターテイメントとなるのに伴い、劇場名を、イオン・シネマ・綾川に変更することになった。イオン・綾川店が、各店舗である。純各店舗として、山田電気テックランドや島村楽器。 未来や書店などの大型店が出店するなど、物販や飲食、サービスなど、約150の専門店が出店している。また、開業時点では、香川県内3施設目となる、シネマコンプレックス、ワーナー・マイカル・シネマズ・綾川も併設されている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを、 営業時間及び ATM を設置する金融機関の詳細は公式サイト、インフォメーションを参照。イオンシネマあやがわは、イオンモールあやがわの3階に位置し、イオンエンターテイメントが運営する映画館。開館当時の劇場名は株式会社、ワーナー・マイカルが運営する、ワーナー・マイカル・シネマズあやがわであった。2013年7月1日に、ワーナー・マイカルが、 イオンシネマズと合併し、イオンエンターテインメントに名称変更したのに伴い、現劇場名、イオンシネマあやがわに変更した。2014年より、サヌキ映画祭の主会場の一つとなっている。旧スクリーン1488席を有する、香川県内最大のシネマコンプレックスで、四国初のデジタル3。 D シネマ対応スクリーンがある。ありがとうございます。